お尻が沈みそうな子は少し腰あたりを持ってバディを支えてあげて浮く感覚を掴んでもらいます。お尻の方が下がる子は、お腹の上に、ペットボトルを置いて力を抜いてよ、力を抜いて話してみろ。上を向いて顎を引くとお尻が沈んじゃう。どうしましょう。この時絶対に自分たちで助けに行かないこと。なぜかというとこの2人が溺れます。こういう、助ける方法もありますよと。来て飛び込んでみてください。これ浮きます。90袋とかペットボトルなしで受けるのがすごいと思いました。ペットボトル1個だけでもなんか浮くのがすごく分かりました。こういうのを体験していただいてですね、少しでもその海の事故に対する防止に対するですね意識が向上すればと思っています。